片岡城は奈良県北葛城郡蒲町に存在した日本の城、別名下牧城とも言う。片岡城は標高90メートル、飛行48メートルの丘陵に建てられ、西側にはくず下川と南北には街道があり、片岡や一帯を支配する位置に築城されたと思われている。幸福寺一乗院方の片岡氏が居城とした。 近年まで、周辺の小技や、通称の名に、名残が見られた。南方およそ1 2キロメートルには、出城の木、辻城があった。王子町には、片岡国春の伝承されている墓がある。松永久秀画像名王7年4月5日に、畑山久信配下の筒井氏が、片岡を攻め落とした記録があるが、これが登場かは不明である。この時に、 片岡都市持が自害したと思われている。また、片岡経図によると、片岡城は16世紀初頭に、片岡国春によって築かれたとされる。その後、片岡春都市の代になり、A62 年4月8日に、松永久秀に攻められ、片岡城が乗っ取られ、数日駐留した後に、お診師政抜のため難進していった。その後、大和軍師によれば、片岡春都は、 片岡城で交戦しているところから再ダッシュに成功したものと思われる。春年は翌元気元年3月5日、片岡城にて36歳で病死したようである。その後11月19日から20日に松永軍により片岡一帯が制圧され、片岡城も落城したのではないかと推察されている。織田信長の年月、松永秀が、 織田の長に反旗を翻したため、し山やまの戦いに先立つ同年10月1日に、明智光秀、筒井純慶、長岡藤田から約5000兵で攻城、これに対して、松永軍は、海老名ともよ、森正とらが率いる、約1000兵で防御したが激戦の末に落城した。ちなみに藤田家の息子である、細川忠興、京本兄弟は、この戦いでの働きにより、 信長から直筆の感情を与えられている。廃城年代は不明。片岡城の城郭部分、昭和60年度のカラー空中写真南側車ルワの掘り切本丸部分は南北66メートル東西46メートルで、ここから杉山城の眺望が良い。この本丸車ルワの北のコーナー部分には、信長後期に記載されている天守に想定するような、 矢倉が建設されていた可能性が指摘されているが、安土城以降の新しい城郭の所見をもとに、類推した記載であるかもしれず、類似のものがあったとしても、その実態は簡単な墨矢倉の類に止まるのではないかと指摘されている。本丸部分とその周辺の帯車が水平に、作平されている。大堀切れ跡、写真左側が本丸、右側がで狂本丸とその東側にある、 デグルワの間には、大掘り切れがありこの片岡城の特徴にもなっている。箱掘りになっており上幅17メートル、底幅11メートルで、途中、土橋などがあり判別できにくいが、南北に180メートル以上にわたってある。規模と、形態から見て、片岡城で最も新しい防御施設であると見てよい、とされている。大規模な遮断性の高い防御ラインとなっている。 本丸グルワの南側にもクルワがある。東側は作兵が不十分であるが、西側は明確に作兵している。傾斜部分も含めると、東西南北とも50メートル以上あり、本丸グルワと同じ規模になる。線には土塁がありこの内側に溝状に掘られている。これは後世の二十歳開発に伴うものでなければ、不可解な構造となっている。 このドルイ近くには小さな縦穴があるが、この南ワは以前畑で、縦穴は戦時中に掘られたもので、片岡城の遺構ではないと思われている。この南ワにも尾根続きを遮断する掘り切りがある。上幅が14メートル、底幅6メートルの箱掘りで、本丸東の大掘り切れと同時期に作られたのではないかと思われている。階段グルワがある、北側。 本丸車の東側にも車がある。この車の土塁が切れていた部分があるが、これは簡易水道を建設した時に崩したものである。このおねず体に車があるが、こちらも落差1.5メートルの掘り切り、その先にはこの車の孤高がある。また周辺にも車があり、一部は櫓台として機能していた可能性が指摘されている。車も存在している。 本丸と本丸周辺の帯車が片岡時代のもので、大堀切れや他の堀切り、その他の車は松永久秀時代に築城されたのではないかとされる。堀切りと土塁の直線的な組み合わせ、大堀切れなど戦国時代末期にならなければ、現れそうにない手法であると指摘されている。松永久秀は、死ぎ山城、多門山城の天守等。 上名人と言われ、また織田信長の家臣となってからは、織田方の追記技術の交換が行われ、さらに複雑な車の配置が実施されたと思われている。片岡城では、大掘り切れを回収したことで、本丸と南側ぐるわを一体となって防御することで、多様な作戦展開が可能になったと考えられている。片岡城の周辺を流れるくずしもかありがとうございます。